集まれ動物の森。今や国民的ゲームと呼んでも過言ではない集まれ動物の森。その勢いは日本のみならず世界中に広がり、世界販売本数は2240万本と、ポケットモンスターソードシールドやスマブラを超える任天堂スイッチを代表する超ヒット作となっています。そんな集まりにはクリーンなイメージしかない作風なんですけども、実は世界規模の炎上騒動があったんです。ということで今回は集まれ動物の森の炎上騒動を詳しく考察していきたいと思います。いつものように画面に全集中よろしくお願いします。それではどうぞ。集まれ動物の森について。集まれ動物の森は2020年3月20日発売の任天堂スイッチ用のゲームソフトで、発売されたのは新型コロナウイルスの影響により自粛が叫ばれていた時期と重なり、巣ごもり需要によって過去最大のヒットを記録したタイトルです。その勢いは凄まじく、発売から3月末までの10日間で全世界で1177万本、6週間で1341万本を販売し、前作飛び出せ動物の森が7年以上かけて売り上げた本数をたった1ヶ月半で上回り、歴代最高の売り上げを更新するんです。ではどんな内容なのでしょうか。あつ森の内容、プレイヤーは開発業者たぬき開発の無人島移住パッケージに応募し、緑豊かな無人島にやってきます。ゲームの目的はこの島で楽しく暮らすこと以外に決まったものはなしで、木材や鉱石などの素材集め、 DIY で道具や家具の手作り、虫や魚の採取、ローンを組んで家の増築など何でもありの内容なんです。あつ森の特徴、主にですね3つの特徴を挙げると、自分で家具や道具が作れる DIY 機能、ミッションシステム、マイレージ、リアルな時間軸の3つです。まず1つ目の自分で家具や道具が作れる DIY 機能です。 DIY とは Do It Yourself の略で、島で手に入る石や鉱石、植物などの素材から作業台を使って自分で道具や家具を作ることができる仕組みで、作れるアイテムはレシピで覚えることで増えていきます。レシピはマイルと引き換え、商店での購入、住民との会話、メッセージボトルなど様々な方法で手に入ることができ、リメイクワークショップに参加すればリメイクも可能になるんです。次にいわゆるポイントシステムのマイレージです。マイレージは挨拶や釣りなど様々な活動目標が提示され、達成するごとにマイルをもらえる機能です。さらにですね、ゲームが進むとタヌキマイレージプラスにアップグレードされ、簡単に達成できる目標が次々と提示されるミニチャレンジのようなものが追加されます。貯めたマイルはパッケージ費用の支払いに使えるほか、案内所に設置されている端末タヌポートでアイテムやツールサービスなどの景品と交換できるんです。最後にですね、リアルな時間軸です。ゲーム上の時間がですね、現実の時間と同じ速さで進むのも特徴で、時間や天候、四季が移り変われば島の景色も様々に変化するんです。あつ森の炎上について。そんな大ヒット作品集まれ動物の森なんですけども、実はとある団体から怒りのバッシングを食らっていたんです。それはペータ。ペータとは世界中に300万人の会員がいる世界最大規模の動物保護団体のことで、会員数からも分かるように世界的な知名度を誇りますが、一方で批判も多く、大企業を相手に数多くの過激なキャンペーンを行っていることでも有名だったりします。ちなみにですね、動物を食べることに反対していて、ビーガンを推進していることでも知られています。そんな動物保護団体ペータは2020年3月、あつ森に関しての怒りのツイートをして話題となっているんです。簡単にまとめると、動物を売って金を稼ぐ行為は非道だ、釣りについての問題点、昆虫採取についての問題点、果物だけ採取すべき。まずはですね、動物を売って金を稼ぐ行為は非道についてです。あつ森ではゲーム内において重要なベルと呼ばれるお金が存在します。ベルを稼ぐためには植物や動物などを店に売るわけなんですけども、そのために野生から捕まえるという行為が残虐な行為だとペータは批判しているんです。ペータによるとこうです。店に売る行為は動物虐待を助長させている行為だ。また動物を捕まえて売るだけではなく、時に食べたりする行為は残忍で極めていかん。釣りについての問題点、魚を釣ることは魚類を殺す行為であり、釣りは現実でもすべきはないので、もちろんゲーム内でもすべきではない。あつ森ではですね、川や海など魚がいる場所で釣りを行うことができ、釣り上げた魚は図鑑に登録されたり、売買の取引に利用することができます。しかしですね、ペーターは釣りに対して、魚を釣ることは魚類を殺す行為であり、釣りは現実でもすべきではないので、もちろんゲーム内でもすべきではないと批判します。もちろんですね、ゲーム内の魚は痛みを感じないんですけども、釣り自体が生物にとって有害なので、するなという意味だと思われます。ちなみにですね、魚を寄付して博物館に飾る行為も言語道断だと切り捨てているんです。昆虫採集についての問題点、あつ森では捕まえた虫を売ってお金にしたり、博物館に展示したりと、虫取りは重要な要素ではあるんですけども、もちろんペータによると NG が突きつけられているんです。虫籠に生き物を閉じ込め展示するのはおかしい、自然のままにすべき。ペータは虫が住む賑やかな島で昆虫を捕獲することは絶対にすべきではないと
服装についての問題点。あつ森では自由に服装を着替えられるんですけども、ペータは動物で作られた衣類を着ることも禁止しています。ペータによると、ゲームの世界といえど動物を殺して皮を剥いで動物に苦痛を与えることは最悪の行為とのこと。そしてペータはこう言い残しています。毛皮、革、ウール、ダウン、カシミヤで作られた製品を避け、代わりに綿、マイクロファイバー、麻、ナイロン、ポリエステルなどの素材で作られた服を選ぶと、動物がファッションのために殺されるのを防ぐ。批判はですね、それだけにとどまらず、砂浜に埋まっているアサリは生態系において重要な役割を果たすので捕まえるべきではない。ヤドカリは自然なら30年以上生きられる生物なので捕獲すべきではない。そしてローンを貸してくるタヌキチについては、タヌキは毛皮のために頻繁に殺されているので、何をされても多めに見てあげてほしいとタヌキチ用語のコメントを残しているんです。果物は OK、 動物も魚も虫も取ったらダメ。では何ならいいのでしょうか。それは果物です。ペータは果物を食べればパワーアップすることができるので、食料は果物だけにすべきだと奨励しています。またですね、果物についての種類や入手方法についてのガイドも記載していて、焚き火をしたり音楽を演奏したりなど、生物に危害を加えない範囲での生活を楽しんでほしいと批判をしています。新展開。そんなアスモリ騒動から2ヶ月経過した2020年5月19日に新たな騒動が起きます。なんと動物保護団体ペータが TikTok と Twitter にアスモリ内で抗議活動をしている動画を投稿するんです。動画を見るとペータと書かれた T シャツを着たメンバーとおしき複数のプレイヤーが博物館に殺到し、フーターを取り囲み、しきりに水槽を空に、魚を友達と解放するように叫んでいるという内容のものです。一方でフーターはキョトンと立ち尽くしたまま、何が起こっているのか理解できない様子をしています。そして最後にテキストメッセージにて、フーターこそが村人たちに魚を持ってこさせている元凶であり、フーターが魚を水槽に閉じ込めていると主張しているんです。このツイートには、著名人の行き過ぎた行動を咎めるタグであるハッシュタグブラザーズイズオーバーパーティーをつけて、フーターに水槽を空にせよと伝えようと人々に促しているんです。このツイートの反響は凄まじく、1万4000件ものコメントが寄せられており、もちろん数多くの批判的なコメントも寄せられているんです。考察について、今回の考察テーマはペータがアツモリを批判する真の目的についてです。結論から言うと、ペータは批判ではなく組織の宣伝として利用している、つまり炎上商法としてアツモリを使っていると考えています。確かにですね、ペータは過去にキャンペーンで成功を収め、マクドナルドやウェンディーズはベジタリアン用の商品を提供するようになり、ラルフローレンは毛皮を使用しないと今後宣言をし、あのアメリカ国防総省も武器のテストに豚やヤギを撃つことを廃止するということに追い込んでいるんです。しかしながらですね、ペータの他のこうしたリアルでの抗議デモと違って、今回はですね、ゲームや SNS 上で行われている抗議のためか、どこかコミカルさが否めません。ペータは本当にアツモリを批判しているのか。そして今回のペータの抗議は、ビーガンのためのアツモリガイドラインといったように、批判はもちろんあるんですけども、遊び方の提案までしていて、まるで任天堂やアツモリの宣伝をしているように思えます。なぜか。それはアツモリが居心地が良くて、ペータのメンバーも心からアツモリを楽しんでいるからなんです。アツモリが本当に嫌いであれば、みんな寄ってたかってプレイしないだろうし、むしろ不買運動を起こすはずです。それをゲームをも研究して、かなり詳しい遊び方まで載せている。つまりアツモリはビーガンという思想を人々に啓蒙し、普及させるのにうってつけのプラットフォームだと認識して抗議しているんです。という感じですね、アツモリの炎上騒動について話してきたんですけども、アツモリといえばですね、安倍総理の後継者を決める自民党の総裁選が2020年9月14日に行われます。そこで候補者の一人である石破茂氏が、なんと選挙活動にアツモリを活用するというニュースが今大炎上騒動になってますよね。内容はというと、9月8日の総裁選の告示に合わせて、石破氏が石破ちゃんを名乗るアバターとしてゲーム内に登場し、石破氏の似顔絵ポスターもゲーム内で共有するという内容でした。しかし発表直後からネット上で任天堂の利用規約違反を指摘する声が相次ぎます。利用規約によると、政治的な主張を含むものの利用を禁止しており、総裁選での活用は認められない可能性があり、これがきっかけとなり炎上騒動に発展しているんです。ぜひともですね、アツモリの炎上騒動について皆さんコメント欄に意見いただければなと思います。では